俺が今スランプだと多分みんな思ってるでしょう。こんなズムジノで、あと、淳5連敗中で、まあ、前回かなり寝不足でやばい顔しながらやってたんだけど、俺あのあと人狼殺もうあーってやったんですよ。淳今5連勝中です。今めちゃくちゃノリに乗ってるので何の遠慮もしなくて大丈夫です。今負ける気が全くしないんでよろしくお願いします。初日釣り、いや初日釣りされないように頑張る。いやマジで遠慮いらない。もうね今めちゃくちゃ乗ってるんですよ油が。むしろ5連勝なんて久々ぐらいじゃないかなってぐらい。あ、久々来たんだ。じゃあもう13通常のレギュラー行きましょうか。強靭連覇なし初日占いありの。ちなみに1個あのかわいそうなこと言っていいですか。はい、あつしさん人狼札入れなかったら6連敗です。イエーイ、これ追ってやろうと思って気づいてますよ。あつし君また負けたんだ。いや俺人狼札で5連勝してっから今油乗ってるはずだから。いやもう今の村無理無理無理、絶対無理、追えない。もう全然悔しくないつ、まあ、まあ逆に無理よあんなの。それでは、この中に人狼が3人います、はい、話し合いで見つけてください。それではスタート。はい、お願いします。お願いします。出ちゃいません、もう乱視。はい、占いです。はい、お願いします。はい、はい、白は誰ですか。太鼓誰。おいこです。あやこさん、あれが白。あつしさん白。オッケー、はい、ありがとう。おいこは誰白。リジ白。リジさん白。なるほどね。誰リジされないデジって書いてある。 DJ さん。え、コンコンさん誰って言いましたっけ。 PP されない。コンコンの白があつしで、 DD さんはおいこからの白もらってます。うん、今度は本当に。あ、了解。はい、今度は本当だね。リジないぞ。さあ、どうしましょう。グレーから行くんですけど、どうやって決めましょうかね。僕霊媒は出さなくていいですか。僕は出してもらってもいいですよ。乗っ取られるぐらいだったら。だから霊媒は霊媒、出さなくていいんじゃない。霊媒の人が自分で判断してくれればいい、うん、ただ、さっきまでと違うのは三人狼なので、まあ、それを踏まえて三人狼かっていうことだけです。そうですね。三人狼か。そう、三人狼だから今このどっちかが人狼かもしれないしね。あとは人狼で霊媒出てくる可能性も全然あると思う。三狼いるからね。多分別に僕は出るなとは言わないけど、まあ今日は出なくていいのかなっていうと、うん、まあ明日だとしても、うん、まあ逆に言うと3日目までには噛まれちゃうと思います。僕でもどうせ対抗が出るんだとしたら、もう最初から出てもらってとっとと2つとも殺したいと思います。もう S 字さん風に言うと乗っ取りが怖いっていう。そう、乗っ取り怖いです。だからもう推理し、今日の村はマジで俺推理しやすい村 にしないとまずいと思ってます。あのさっきみたいなこともあるし、うん、とことん分かりやすい村にしたいです。確かに、でもありかもしれないですね。だから霊媒、まあ、そうだね、先に出した方が後から語りにくいよね。はい、はい、そう、うん、お願いします。じゃあ いいですか、出す方向で。出して俺はいいよ、出してる。 DD さん、まあ、大丈夫ですか。出す方向だけど、それも一応本人に任せたらいいんじゃないですか、うん、ただ言いたいのは、今日出したら明日の夜にもう噛まれちゃう可能性結構高いですよ。うん、そっか、レンガなしか。あの DD さんの結構最終じゃないか、まあね、あの中盤以降で出るの強いですもんね、三郎。まあ強いんだよね。まあ本当はやっぱその重い情報を握った時にバンって出た方が強いけど、まあ、できない人が変に潜伏しちゃって噛まれたらすごい弱くなっちゃうから。ただまあ今日か明日、まあまあじゃあ今日は伏せときましょうか。もう出る？いや明日にしません。 せめて今日は伏せません。じゃあ、うん、やっぱり13人だし乗っ取りだけはなんとか。ただあのやっぱあの決戦に入った時とかには全然、はい、まあそれはもちろんそうですね。どうやっていきましょうかね、このグレーの中。だ伏せるんだったらやっぱ3択ぐらいにしとかないと、はい、霊媒と騎士みたいな感じがそうそうそうあるんで、うん、まあ、3人にしといて、まあ、万が一そういうことになったら、はい、まあ、か僕と DD さんで2人ずつぐらい選んでみませんか。うん、うん、はい、あ、いいですよ。あの要は仮指定的なこと。あ、はい、そうです。はい、はい、どうしようかな。僕はどうしようかな。全然わかんない。
はい、なんとなくです。2人出すの、 1人ずつでいいんじゃないの。なんか塩が入った時に1人だから1人ずつ選んで、その指定された人がさらに1人ずつ選べばいい。じゃあ僕 JJ さんを指定します。じゃあ僕はカンナちゃんにします。カンナさんと JJ さん、はい、え、この2人がまた誰か選ぶ。そう、1人ずつ選ぶ。2人指定しちゃうとラインが追いにくいから。そうですね、ヤマさんいいですね、それいいですね。ヤマ、さん、白く見える、うん、すごく見える、白く見える。いや、の珍しく褒められたまあまあ、じゃあ、まあ、時間もあるんでね。ヤマさん、怒られちゃう。ヤマさん、静かにしないと。静かにしないと怒られるから、ヤマさん。静かに。あ、でも、ヤマさん、あの、ぶっ潰したから大丈夫です、隣人の人。そっか。はい。ヤマさん、勝つからね。わかんない。全然わかんない。表情考察で。カオルさん。カオルさんと。JJ さんは？あれ JJ さん、アッチーさん。OK です。姉妹が入ったねああ、なるほどね。で、これで要は票入れながら3択みたいにしていくっていう感じのニュアンスってことですよね。そうですね、もう必ずお願いします。決戦にしてください。もう村のみんなに言います。絶対に決戦にしてください。どんなに怪しくてもお願いします決定票入れた人、僕は無条件で村でも怪しく見ます。村でももう絶対釣りたいと思う。まずこの4人の中で CO があるかどうか聞いたらいいんじゃないですか。そうですね。いや、でも3人にするんなら3人してからのがいいんじゃないですか。うん、3人してから、はい、はい、うん、あれ、ごめんなさい、今ごめんなさい、めっちゃコメント打っちゃってて、今カンナが、カオルさんって言って、JJさん誰って言いました。私、アッチーさん。なるほどなるほど、そっか、この4人で含まれてるんですよね、当然。あ、もちろんです。なんとなくこの4人に喋ってほしいですね。はい、なんかこれに上がると初日が身がなさそうで嬉しいです確かにね、疑い位置にはなるな。まあ、占われ位置にはなるけどな。うん、役持ちです。お、だから決戦になってからって言っちゃうもうなんで怪しいけど、怪しみすぎないようにしよう、みんな。今日じゃないかな。いや、これね、痛いですね。いや、トラウマがえぐい、本当に。いや、今の逆に、霊能より騎士の方が痛い、それだとしたら。うん、確かに。私は CO もないです。俺さ、なし。ないです。今、CO を聞くって聞いたような気がしたんで。3人で。JJさん、何しようしたんですか。いや、まだ役持ちしか、うん、それしか言ってない。投票タイムに移ります。投票時間30秒、20秒。あ、20秒でいいんじゃないですか。はい。あ、俺からか。はい、コンコンさんから。1番、コンコンさんからです。どうぞ。はーい。じゃあ、まあ、3人の決戦でいいんじゃないかな。じゃあ、一応、カオルさんに入れます。以上。次は、キャナさんです。どうぞ。はい。最初の方なんで、カナさんに入れます。以上です。カンナさんですね。はい、はい、次は浅井さんです。どうぞ。カンナちゃんがカオルちゃんを選んだから、まあ、カンナカオルの二郎はないのかなと思うんで、とりあえずカンナちゃんに入れておきます。はい、カンナさん2票目ですね。次は中地さんです。どうぞ。決定票入れます。カンナに入れます。以上です。ちなみに決定票ではないです。はい、カンナさんに3票目が入ります。次は DD さんです。どうぞ。はい。いや、僕もでもね、これカンナちゃんに入れざるを得なかったんだけど、
中地さんみたいに決定票入れますとはいけないタイミングなんで、やむを得ずカオルさん。はい。次はアッチーさんです。わかんないんで並べたいので自分に入れたいところですけど、できれば3人で喋った方がいいかなと思ったんで、自分に入れられないのでカオルに入れます。疑ってはいません。以上です。はい、カオルさんに3票目が入ります。次はカオルさんです。どうぞ。はい。もう2択なんで私全然疑ってないですけど、カンナさんに入れるしかないので、カンナさんに入れます。ごめんなさい、カンナさん。以上です。はい。カンナさんに4票目が入ります。次はチーさんです。どうぞ。はい。全然ちょっと視聴者モードになっちゃってました。わかんない。カオルさんに入れます。以上です。はい。カオルさんに4票目が入ります。次はカンナさんです。どうぞ。はい、まあここまで来たらこの2人は CEO もないって言ってたんで、なんか役に刺さるぐらいだったら2人でいいと思うんで、まあカオルさんに票は入れます。以上です。はい、カオルさんに5票目が入ります。次は JJ さんです。どうぞ。カンナさんが4でこうカオルさんが5なんですよね。じゃあ並べてカンナさんの方に入れます。以上。はい、カンナさんに5票目が入ります。次はおいこさんです。どうぞ。はい、2人の決戦でいいと思うので、じゃあカオルさんに入れます。なんか中盤でカンナカオルの2択にした人がとアッジーさんが組んでたりするのかなって思いました。以上です。組んでるつーか黒い。カオルさんに6票目が入ります。次はアツヒさんです。どうぞ。はい、おいこと考えがめちゃくちゃ似てて、アッチーさんに入らなすぎてアッチーさんがかなり怪しくなってきました。で、カンナのタイミング、カンナの投票のタイミングって、あそこからアッチーさん入れたらまだアッチーさんも決戦できたのに、カンナはカオルさんに入れに行った。それはすごく怪しく見てますので、僕は、カンナに入れます。カンナさんに6票目が入ります。次は最終の投票、山さんになります。どうぞ。はい、これは並べて決戦にするので僕の投票は意味がないので、別に疑ってるわけじゃないですけど、意味がない投票なんでコンコンさんに一応、別に全然釣るとかじゃないです、でこれでどちらかで黒が出ればもう片方は黒の可能性が少なくなって、白くが出れば強靭ではない。以上。カオルさんとカンナさん6票ずつ投票ですので、カオルさんから弁論タイムお願いいたします。どうぞ。はい、全然知ってもらって大丈夫なんですけど、対抗のカンナさんも全然黒くは見えてないんですよね。で、重ねてきてた中地さんの投票がちょっと目立ったんですけど、なんかそのあえて重ねたら辺がちょっと広く見てて見えてます。あ、足りなくなっちゃった。以上です。はい、次はカンナさんお願いします。どうぞ。はい、アッチーさんも決戦に入れてもいいのかなって思ったんですけど、なんかアッチーさん、なんかカオルさんもなんか役がなさそう。アッチーさんワンチャンなんか役あんのかなみたいな感じで思っちゃったんで、なんか私もないんで入れたくないかなみたいな感じでちょっとだけ思ったんで、誰かが言っていいと思います。それでは決選投票になります。カオルさんが1番、カンナさんが2番となります。それでは一斉のでお願いいたします。一斉ので、私か、1が4票、2が1、2、3、4、5、6票で、カンナさん、投票の結果カンナさんが釣られます。
神田さん、遺言のタイムお願いいたします。どうぞ。はい、まあ私、まあ、ただの村なんで全然役もないので、はい、全然釣られるのは問題ないです。なのでまあ明日霊媒出て占い結果をもっと出てって感じなんで、すいません、なんかカオルさんも疑って投票入れちゃったんですけど、全然なんか今村に見れてない。以上です。はい、カンナさんは以後幽霊となります。皆さん恐ろしい夜が来ます。画面のオフとミュートをお願いいたします。おはようございます。おはようございます。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨夜襲撃されたのは、おいこさんです。おいこさんは以後幽霊となり話すことができません。おいこさん。予言で出てたよね。なんだっけ、どっちが、あれか、DD さんしろか。ココンさんが仕組んだもんね。おいこさんが DD さんあ、まだ議論始まってないです。まだ議論始まってません。議論をお願いいたします。どうぞ。はい、お願いします。予言の結果と霊媒、なんかつけてるけど、霊媒の結果一応せーのに。まあ、そうですね、せーのでして。霊媒も出ても。霊媒出てもらう？予言が取られてんなら、てかもう出ちゃってっから出ちゃいましょう。あ、出た。じゃあ一応ジェジェイさん、コンコさんの結果とジェジェイさんともしかしたら霊媒もう一人出てくるかもしれないんで、そうですね、うん、そういうのでもうジェジェイさん出ちゃったんで、もうスケスケじゃねえかあの人もう。コンコン、どこ占ってどうでした？せーので、せーので、あ、行きますよ。じゃあ行きますよ、せーの。はい俺はスライドです。スライド、おいこさんが死んだから、そうな、おいこさん噛まれたな、俺はちょっとどうなのかな。そうですね、まあ、あのおいこめちゃくちゃ俺視点が一緒で、でそうなるともう DD さんは白でいいですね。ね、そんなことより、うん、かんなちゃん黒って言ったの、それ黒霊媒、霊媒他はマジ、他出てない、他出ましょうか。噛まれずに一仕事だけ。霊媒対抗はいますか？いない。いないんですね。かんなさん白、え、黒か、マジか。よっしゃ、じゃあ1番はカオルさんが最白になって、あ、DD さんと、カオルさんが白になる。うん、カオルさんが白になる。コンコンさんのどうするかもあるけどね。ああ、まあ、普通に釣ってもらってもいいです全然。で、俺の中では、まあ、おいくさん噛まれてるから、2番目に怪しいのが、アツシさんになる。ちなみに今日は俺がグレーです。アツシ君ってだって、アツシさん、アツシさんが人狼だった場合、俺が囲いに行けてるっていう風に見えなくもないから、強靭。なるほどね。俺が強靭に見えたとして、そう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 。ちなみに、俺昨日カンナをめちゃめちゃ疑ってて、カンナに投票してます。カンナの投票に疑いを持って、カンナを釣りに来ました。昨日、まあ、でも多分今日今日は俺釣りでいいんじゃないかな、普通に。だって一郎釣れてるわけだから。みんな見せよ、まあ、今霊媒対抗が出てこない以上、強靭が残ってるとしたら潜伏してるんだけど、うん、えって感じじゃん。いや、だからそうなるとコンコンさんが仮に強靭で、まあ、スライドを装ったとももちろん全然違う。だから普通に俺ずり、そうそう、だからコンコンさんが言ってることは、うん、自分で言ってるけど正しいんだよ。村目線で言えば。そう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 。そうだね。いや、俺霊媒の、だから俺目線、人狼も強靭も潜伏してるんですよ。まあそうなるよね、コンコンさん目線。そう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 。おいこさんを守ろうとしたってこと？いや違う、2日目でおいこさんが位置確認しようとしてただけなんで。あ、コンコンさんのさ、審議はかなり難しい。あ、オッケーオッケー。けどそれよりもカンナちゃん黒出たんだから、昨日の票洗った方がいいんじゃない？昨日の票洗った方がいい、絶対。そうだね。あ、そう、ごめんごめん。それはその方が大事だ。昨日、もし、まあ、仮に、カンナさんが本当に黒だとしたならば、DD さんとカオルさんは、白目が高くなるってことで。要は DD さんはカンナさんを指定してて、カンナさんはカオルさんを指定してる。あとはさ、あれじゃない？カンナさんってさ、アッチーさんのこと結構守りにっていうか、うん、決戦に上げないようにしてた気がするんだけど。してた、うん。で、私、ちょっと昨日、おいこさん、あ、どうぞ。あ、ただ、アッジさん。だったら先どうぞ。ただ、アッジさんは、最初、カオルさん入れたけど、決戦では、カンナに入れたのね。でも、そうですね、でも、だからといって、全然白くはない。うん、アッジさんだから。
昨日ってだってか俺カンナちゃんとカオルちゃんのどっちからか行くのは自然だと思って俺もそう言ったし、なぜかというとあの JJ さんがアッチーさん選んだけど JJ さんは役あるって言ったから、そしたらカンナちゃんがカオルちゃんを選んだんだから、どっちかが黒であれば、まあ、どっちか黒じゃないんだから、そのカンナカオルの2人の決戦になるのは全然自然だったと思って、で結果カンナちゃん黒だったんだから昨日カオルさんに入れた人を洗えばいいんじゃないの。そう、とりあえずカオルさんに入れた人手を挙げてもらっていいですか。投票入れた人まずお願いします。投票入れた人。私の投票では DD さんは白です。で、決戦で入れた人いいですか。決戦で入れたほとんどさカンナちゃん入れてたよね。多分4人いたかな。俺とそうおいこさんとキャマさんと DD さんでした。この3人に絶対オオカミがいるでしょう。中島入れたんでしょ。中島カオルさんを殺しに行ってたんだよね。カンナカンナワンチャン、ワンチャン二郎いてもいいぐらいじゃない。あの、カオルに入れた人ちょっといいですか。決戦でカオルに入れ、あ、カオルさんに入れた人。今日は多分カオルさん入れたと思う。JJ さんで山さん、キャナさん。JJ さんはもういいね、霊媒だから。3人、4人。山さんと誰？キャナちゃん。そうなるとキャナちゃんを釣り対象になるかな、俺の中では。うん。山さんとキャナちゃんと中井さん。いや、中地は、中地顔に入れたらしい。あ、顔じゃあ、あの、カンナに入れたらしくて。俺違うから、コンコン。いや、でも、コンコン俺違う。俺からしたら、まあもちろん俺が疑われるのはわかるけど、コンコンさんが狂人であれ、スライドであれ、たぶん、アツシさんが黒だ、まあ人狼だったならば、そこで、あ、コンコンさん狂人なんだなって勘違いして、それで、新占いがおいこさんと分かって神に行ったっていうのは結構、あり得る。まあ、アツシさんに勝たせてあげたい。マジで言ってる。いやでも、俺カンナめちゃめちゃ殺しに行ってたんですけど、みんなを説得してこれでカンナおかしいよって誘導したんだよ。別に気づいてなかったよ誰も。うん、うん、それで俺を疑うんだったらちょっと山さんも決戦でカオルさんに入れた山さんキャナちゃんあたりからでいいと思う。俺はキャナちゃん投票します。キャナちゃんはちょっと怪しく、キャナさんのお話聞きましょうよ。うん、確かに。私なんかちょっとあまり分かってなかったかもしれないですけど、カオルさんとアッチーさんがなんかつながってるのかなと思って決戦でカオルさんに入れたんですけど、決戦がもう終わりました。投票タイムに入ります。ちょっと待って、ちゃんとした情報になってないこれ。前がよろしいですか。昨日カンナさんが釣られていますので JJ さんからになります。それでは JJ さんどうぞ。ごめんなさい、なんとなくカオルさん昨日の流れなんで1票入れたんで、でカオルさん以上。あ、じゃあカオルさんじゃなかったか。はい、カオルさんに1票入ります。次はアツシさんです、どうぞ。ごめん、キャナちゃんはなんだカンナに入れてるんだ。ごめん、把握漏れです。マジ、ちょっと待って、カオルに入れてるんだったら山さん、あ、そっか、カオルさんに入れてるんだね。じゃあキャナちゃんに入れます。キャナさんに1票入ります。次は山さんです。まあ、確かに昨日カオルさんに決戦で入れた人は普通に怪しくなる、まあ、自分で言うのもなんだけど、で、JJ さんはまあ霊媒も多分近くだろうからそこを疑うのはまあないでしょう。キャナさんはカンナさんに、決戦とかの前に普通の投票で、入れてるから、まあライン切りとまでは思えないんだよね。ごめん、今一応キャナさんには入れとく。カナさんに2票目が入ります。次はコンコンさんです、どうぞ。はい、投票はヤマさんに入れます。で、まあ、ヤマさん、キャナさんの2人から、まあ、行った方がいいんじゃないかな。で、一応 JJ さんに説明すると、カンナさんは前日、カオルさん指定してるから、カオルさんは結構白いのでお願いしますよ。 JJ さんお願いします。以上です。次はキャナさんお願いいたします、どうぞ。はい、なんか混乱させてしまって申し訳ないんですけど、昨日の投票でなんかアチさんがカンナさんがなんか票を散らさなかった、アチさんに入れなかったのが怪しいって
言ってたんで、なんかそれを思ったらカオルさんも同じなのかなと思って、決戦はカオルさんに票を入れました。あと今日はヤマさんに入れます。ヤマさんに2票目が入ります。次は浅井さんです。どうぞ。決戦になるまでの投票って、もうほとんどカオルちゃんとカンナちゃんの決戦になるのは分かってたから、まあ、あの数足んない方に入れてるだけだから、まあ、一番白っぽいのはカオルちゃん本人と、あと3票目入れた中地さんかな。でやっぱ決戦でカオルちゃんに入れてる人から行くべきだと俺は思います。なんでキャナちゃんかヤマさん行ってほしい。じゃあキャナちゃんに入れます。キャナさんですか。キャナちゃんに入れましたね。はい、キャナさんに3票目が入ります。次は中地さんです。どうぞ。わからないんで個人的な感情で入れます。コンコンに入れます。個人的な感情で入れます。おい、なんでだよ。以上です。コンコンさんに1票入ります。次は DD さんです。どうぞ。ヤマさんに入れます。はい、次はアッチーさんです。どうぞ。ちょっとわかんないんですけど、なんか間違ったらごめんなさい。あの山さんがあの淳くんとか、あと誰だったかな、浅井さんかな、あの投票洗いませんって言った時に、なんか山さんがちょっと話題を変えた気がしたので、若干あの黒目が高いかなと思ってます。山さんに入れます。コンコンさんは人外じゃないと思って。以上です。山さんに4票目が入ります。次はカオルさんです。どうぞ。はい、私も私に入れた人たちから洗ってでいいんじゃないかなと思っていて、ヤマさんかキャナさんの結成にしたいので、キャナさんに数並べます。以上です。キャナさんに投票ですか。はい、はい、キャナさんに、4票目が、あ、じゃないです、嘘です、あ、4、合ってますね。キャナさんに4票目が入ります。次は最終票、チーさんです。どうぞ。わからないな。もう一回話を聞かせてください。散らします。疑ってないですけど、コンコンさんに重ねます。はい、コンコンさんに2票目が入ります。それでは、キャナさんと山さんの決選投票となります。山さんからお願いいたします。まあ、僕が疑われるのはまあしょうがないでしょう。キャナさんは、決選の前の投票でカンナさんに入れてるので、まあ、ただ俺はまあ自分が村だから、もしキャナさんが人外だとしたら、まあ狂人だから、人狼ではなくて狂人かなって感じ、です。以上。それでは決選投票にとな参ります、キャナさんが1番、ヤマさんが2番、キャナさんが1番。キャナさんって弁明した？キャナさんの。あ、ごめんなさい。申し訳ないです。キャナさん弁明タイムお願いいたします。どうぞ。さっき言ったことぐらいしか言えることがないです。わからないです。すいません。それでは決選投票となります。キャナさんが1番、ヤマさんが2番、キャナさんが1番、ヤマさんが2番。それでは一斉のででお願いいたします。一斉ので。あれ、ごめんなさい、ヤマさんって今何番ですか。ヤマさんが2番です。あ、はいはい、ごめんなさい、はい、はい、1が1,2,3,4票、2が1,2,3,4票、割れましたかね。44でした今。
四四もう一度二の人下げて一の人だけ上げてください。一の一五票ですね。そうか。あ、ごめんなさい、DJ さんのがちょっと見間違えてましたね。はい、ではキャナさんが釣られます。キャナさん、遺言をお願いいたします。映像になってんね。あ、ごめんなさい、なんかもう全然考察もできず無駄に怪しまれて申し訳ないですけど、本当に何もない村人です。頑張ってください。それではキャナさんは処刑され幽霊となります。恐ろしい夜が来ます。皆さん見ると恐ろしい夜が明け、朝がやってきました。おはようございます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 。昨夜襲撃されたのは DD さんです。 DD さんは以後幽霊となり喋ることができません。本日の議論タイムは5分となります。それではお願いいたします。どうぞ。絶対噛まれると思った DD さん、マジで。いや、そうなんだよ。そうなんだよね。ね、最悪だわ。DD さんでグッジョブ起きないかなと思ってたんだけどな。そうだよね。はい、JJ さんどうでした？白でした。白。あ、なるほど。僕今、ヤマさんサイクロで見てます。そうだね。じゃあ、とりあえずヤマさんだよね。うん、ヤマさん。ヤマさん行きたいです。はい。俺もそれは。ヤマさん、なんか、キャナちゃんをなぜ狂人って言ったんですか？なぜキャナちゃんが狂人になるんですか、ヤマさん。いや、コンコンさんがもし本当にスライドとするなら、はい、まず潜伏狂人がいることになりますよね。はい、で、俺はそもそもまずキャナさんを怪しいとは最初言ってないよ。キャナさんはカンナさんに投票してるからね、決戦の前に。うん、まあもちろんライン切りはあるけど、あり得るけれども、だから俺はキャナさんは普通に村っぽいとは言ってた最初。ただ、自分が村だから、そうするとキャナ、その、カオルさんに決戦投票入れた人の中で、当然怪しい人がいることになるわけだから、俺目線からしたら、JJ さんは霊媒でもう一角してるわけだし、キャナさんが人外であり得るとしたら、人狼ではなくて、旋風狂人。人狼じゃないの、ね、人狼じゃない理由が全然わかんないですよね。おかしすぎるよ。だって狂人って人狼わかんないですよ。わかんない、そうそうそう。理論がなってないよ、ね。だから、俺が言ってるのは、キャナさんはカンナさんに、決戦の前の投票の時に結構早い段階で入れてたの。でも人狼ありますよね。だから、そう、一回入れてたとしても人狼はありますよね。カンナさんを避けさせたければ、マッチーさんとかカオルさんに入れることもできたわけじゃん。決戦にカンナさんを上げさせにくくするために。うん、え、キャナちゃんですか？でも、早い段階でキャナさんはカンナさんに入れてた。決戦の前の中地さんとちーちゃんって、今日山さんつってもいいですか？いいですよ。いいと思います。俺が疑われるの分かる、釣られるのもいいから、じゃあ俺に話させて。キャナちゃんは2票目だから。全員いいって言ってんだよね。いや、だから、いや、リーチ切りは全然しますよ。話させてくれって言って。ってなると、いいまあね。話させてくれって。一応反論して言うと、アッティさんが、俺が話を、その、票を洗う話を遮ったって言ったけど、そうじゃなくて、浅井さんが票を洗おうよって言ったときに、あ、ごめんごめん、そうだよねって言って、あ、そうすると、DD さんとカオルさんは白目が上がるよねって言ったことを俺は復唱したわけだから、別に遮ってない。むしろその票を洗おうって言ったときに、それにちゃんと賛同しました。票の入れ方としては俺が怪しいのはわかる。あと、コンコンさんはまだスライドのタイミングからして、狂人もあり得るっていうのは、追ってください。まあもちろん人狼もあるけどね。人狼はないよ。俺の中で。人狼は絶対ないよ。で、多分、JJ さん噛まれるかもしれないけど、俺は村なんだ。だから、俺がもし死んだ、要は村だったと思ってくれる人は、疑い位置としては、俺は考えてるの、あっちーさん、あつしさん、ちーさんが昨日俺に入れてる。その中で、あつしさんがもし人狼だとしたら、もともと言ったけど、コンコンさんが、白出ししたことで、あ、狂人なんだなと思って、おいこさんを噛み入った人狼の線もあるし、あとはアッチーさんは結構俺に、疑いの目を向けてる。もちろん村目線俺が怪しいのはあるから。じゃあまあまあわかりました。はいはい。コンコンごめんなさい。コンコンなんでコンコンの人狼がないんですか？だってスライドして、だって自分が人狼だったらスライドして人狼陣営に何いいものって一個もなくないですか？いや、アツシ君と同じ。うん、だってあそこで、そうだってあのままスライドしなかった。あのままもしスライドしなかったら、もう、じゃあ、コンコンも行っちゃおうって話になるし、で、スライド。現に生きてるし、そう、で、スライドして、で、そして、スライドしてたとしたら、なんだろう、自分は、その人狼
しなんだろう、あの一角させたんだぜっていう体にも聞こえるから、そうなると、あれ、いや、うん、あの盤面って別に俺釣られてもいいって最初から言ってたし、別にあのローラーでよかったのに生きてるんで、うん、だから別にそれだったら普通にローラーすればよかったのにって思うんですけど、だから市民の方が確率あると思うけど、強靭ならスライドしない方がオオカミのためだと思うね。だからあるとしたらオオカミってのは俺は確かに完全にしよう。だけどまあ市民っぽくは見てるけど、いやないよ、オオカミないでしょ。だってオオカミだったら普通に白出し、オオカミに白出しした方が強くないですか。だって強靭だから分かんないから、もう、じゃあ俺がオオカミだったらの話です。いや、そこでオオカミでオオカミに白出ししたら、その白出されたオオカミの人は逆に、あ、もう別にどっちでも、超えるんじゃないかな。あ、村に黒出し。いや、山さんでとりあえずいい気がするけどね。だから最悪山キャナじゃない時が一番怖いんだよね。まあでも、ニロしかいないから。そうね、そうね。強靭があれかって何もしてないのか。終了です。まあでも。投票タイムとなります。ちょっとすいません、頭がぼーっと。昨日キャナさんが釣られていますので、浅井さんからの投票となります。それではお願いいたします。とりあえず山さんでいいと思うんですけど、山さんの相方がマジで分かんないんだよね。誰も山さんの相方に見えないんだよねまあでもとりあえず山さんに入れますあ、以上で、はい、次は中地さんです。どうぞ。浅井さんに入れます。理由はさっきの決戦で、指上げるのがちょっと遅かったからです。他の人の見てたんじゃないかなって思ってます。よろしくお願いします。浅井さんに1票入ります。次は違いますね、アッチーさんです。どうぞ。はい、山さんのお話聞きましたけど、やっぱり一番サイクロイチかなと思ってて、でコンコンさんがもし人外で使用したらずっと使用し続けるかなとかも思ってます。で昨日の時点で中地さんが発言が少なかったのがちょっと気になってるけど、今まあちゃんと探してたのかなと思います。ごめんなさい。山さんで。はい、山さんに2票目が入ります。次はカオルさんです。どうぞ。はい、私もちょっと重なっちゃうんですけど、お話聞いてるとやっぱりちょっと黒く見えちゃうんで、ごめんなさい、山さんに入れます。でもし山さん白だったら、Cさんがちょっと怪しいかな。山さんに3票目が入ります。次はちぃさんです。どうぞ。はい、話を聞いて山さんに入れたいと思ってるんですけど、決定票ですかね。ちょっと色が見たいです。ちょっと全然頭がついていかなくて整理できてないんで、ちょっともうちょっと冷静に話みんなの聞きます。すいません。山さんに1票で。皆さんと同じく山さんの色みたいです、はい、明日まで生き残れてたらいいなと思いますけど、多分無理かなと。いや、まあ、あの生き残ってたら見ます。山さん以上。はい、山さんに5票目が入ります。次は厚さんです。どうぞ。ちょっと待ってくださいね。9人いるのか。まだちょっと賭けに出ようかな。ごめんなさい、超ごめんなさい、超沼騎士です。ただ JJ さん今日 100% 生き残れます。それだけ言ってきます。山さんに入れます。厚し死にます。以上です。山さんに6票目が入ります。最後山さんとなって、今、あ、じゃあ最後じゃないですね。山さんお願いいたします。アツシさん棋士使用しました。もしアツシさんが今後ずっと生き残るようだったら人狼の可能性が高くなって、JJ さんはでも、まあ、もちろん今心霊媒だと思ってるけど、強靭が出てないことから JJ さんが強靭で
本当の霊媒が潜伏している可能性もある。黒見つけるな。ではコンコンさん最後の票となります。お願いいたします。最後か、まあ、一応山さんに入れます。みんなに、市民サイド、まあ、山さん一択でもいいけど決戦にしてほしいです。じゃないと、俺に入れて、俺か今山さん、あ、山さんが一番歌われてるけど、でもそれじゃ色見えないんで、あの普通に俺とかに入れて決戦とかにしないと。はい、あ、投票先は山さん、山さんですね。はい、それでは山さん、投票の結果山さんが釣られます。弁論、あ、じゃあ遺言タイムお願いいたします。どうぞ。はい、先ほど言った通りです。まあ普通に考えれば、淳さんがもし噛まれなければ、人狼の可能性が高くなって、残りの人狼位置はチーさんかアッチーさんが、まあ、疑い位置かな、俺の中では。でもチーさんよりはアッチーさんの方が黒、その場合は。でもそう、 JJ さんが心霊媒じゃないとしたら、心霊媒が潜伏してて JJ さん強靭。はい、では山さんは処刑されて幽霊となります。恐ろしい夜が来ます。おはようございます。おはようございます。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨日襲撃された方はいませんでした。ナイス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 、マジで、ザンザン見ろ。それでは4分4分です、どうぞ。はい、あ、レバー結果、レバー結果、これがね、白だったんですよ。あー、マジか。はいはいはい、ボディガーが JJ さん以外でグッジョブ起きてたら、うん、出ましょうか。まあそう、そうですね、うん、あ、いいのかな、いいよね、どうせオオカミ、そうだよね、髪先分かってるもんね。じゃあ、うん、これ認識は俺以外のボディガーがって言われてる。そうです、そうですね、うん、はいはいはい、分かりました、 OK です。はあ、じゃあ、ちなみに俺今日コンコン行きたいと思ってます。いや、だからまずボディガー出てほしいんだけど、その JJ さん以外でグッジョブが起きてるんだよ。一回せーのってよ、うん、はい、せーの、せーの、オッケーオッケー。じゃあまあ淳くんは置いといて、 JJ さんでグッジョブが起きたわけか、ね、よく考えたらさ、コンコンが初日に CO したじゃん。で、初日のうちにスライドしてたら、うん、おいこ近くになって おいこ死ななかったんじゃね。あ、いや、そんなことはないと思うけどな、やっぱり。いや、だって初日のうちにスライドしたら、だって3人、あ、私占い、本物の占い師ですって出る可能性もあったから、初日だったら。それって意味ないんですよね。いや、後半に差し掛かった時にはもう良かったんじゃないかなと思う。とりあえず俺、いや、カオルちゃんと、あとやっぱ初日中地さんってカンナちゃんに3票目入れたのって中地さんだけで、それ以外は並べてるだけだから、うん、カオルちゃん中地さんは白っぽいかなと思って、だから俺、アチさん、アチシ君、コンコンさん、ちーちゃんの中に、あれ今何色かなって思うけど、させていいですか、はい、今浅井さんが言ったので、ちょっと引き続き、あの、私ね、なんかその投票を疑うことと、あと疑われてることと、昨日あの山さんにと割と推移に行ったところがあって疑い値かなと思うんですけど、投票はですね、私実はあの私の投票所に来るまでに1票も私に入ってなくって、私が私に入れたいぐらいですっていうことで、あの言ってるんですよ。で、カオルと、カンナさんが、カオルの方が、少なかったのでカオルに並べてます。それだけ言っときたかったです。それめちゃくちゃ覚えてます。ただそれを逆に僕は黒くも見てますね、うん、アジさんはすごく狼の時は多分ラインを見せないためにはそこまでする人だから、うん、だから決戦のタイミングになると、うん、決戦のタイミングになるともうみんなが一斉だからどこに入れるか分かんないじゃないですか。まあね、あの投票では多分まあカンナ入れといた方がいいんですよね。で、最初は調整のためにカオルさんに確か入れたんですよね。そうです。だから全然僕はアッチさんも疑い値だし、コンコンも全然疑い値だし、ちーちゃんは情報が出ない分疑い値で、中地はもう疑ってない。1個だけ意見言っていいですか。はい、今日自分釣りでいいんで、はい、自分ともう一人誰か決戦にしてほしいです。じゃないと、うんうん、さっきみたいな投票ってマジで色見えないんで、うん、いいと思います。やめてほしいな。コンコン誰決戦にしたいですか。アッチさんか、まあでもあっちさん結構喋ってるから、喋ってない、ちいさん、中地さん、その辺かな。
で、カオルさんは一番白いと思ってます。C さんは、あの、2日目にコンコンさんに入れてましたよね。もう、はい、キャナさんとヤマさん、決戦って分かってたのに、あえて多分コンコンさんに入れてたっていうのをちょっと私。分かる。チーコンコンは全然あり得る位置だと思ってるけどね。あれって表、あの時点で同数に、同数になってませんでしたか。チーコンコンは絶対ない。それの理論絶対ない。俺が絶対ない。いや、ごめん。俺はコンコンエッジにしたい、今日は。絶対一郎いる、絶対この二人のうち一人が一郎。チーさんでもいいけど。あ、でも今日俺ちょっと、あ、決戦で俺ちーちゃんは今日じゃないです。ちなみにですけど、私コンコンさん全然疑ってなくてずっと言ってますけど、終了です。あ、はい、それでは投票タイムになります。昨日山さんがそれを入れていますので、コンコンさんからになります。それではコンコンさんどうぞ。はい、一応ちーさんに入れます。じゃあ、まあ、別にあっちーさんと俺でもいいけど、まあ、あっちーさんの意見って結構聞いてるから、今更、まあ別に、どっちでも、まあみんなで決めてください。俺とアッチーさんでいくか、俺とチーさんでいくかの、2択で一応決めてください。で、最終的に俺釣ってもらって、名は足りると思う。チーさんに1票入ります。次はアサイさんです。どうぞ。でもどっちにしろ、これコンコンさんじゃないの？コンコンさんとチーちゃんかアッチーさんだから、だと思う。コンコンさんに入れます。次は、コンコンさんに1票入ります。次は中地さんです。どうぞ。俺浅井さんに入れます2日前に投票の時に指上げるのがちょっと遅かったんでラグかもしれないですけど、はい、疑ってます。以上です。はい、浅井さんに1票入ります。次はアッチさんです。どうぞ。ちょっと途中になっちゃいましたけど、コンコンさんがもし人外だったらずっと使用、あの、取り下げないと思うんですよ。でも対抗に上がっちゃったし、あんまり村ばっかり釣られてもあれなんで、うん、もう自分に投票、もう ちーさんに入れます。以上です。チーさんに2票目が入ります。次はカオルさんです。どうぞ。はい、話が聞きたいっていうところに賛成なので、コンコンさんに入れます。以上です。はい。コンコンさんに2票目が入ります。次はチーさんです。どうぞ。発言が少なくてごめんなさい。全然本当に頭の中がまとまらなくて、すごい黙りこっちゃいました。票は、アッチーさんに入れます。以上です。アッチーさんに1票目が入ります。次は JJ さんです。どうぞ。アッチーさんに入れます。で、これで並んでるんですね。これで222で3人並んでるっていうことになりますね。では、あとはお任せします。以上です。次は淳さんです。どうぞ。はい。僕、今のところ、ちいちゃんは今日じゃないと思ってます。コンコンアジのうち、一郎、ワンチャン二郎いるぐらいで思ってます。捨て票をします。中地に入れます。はい、中地さんに1票入ります。コンコンさん、アッチーさん、チーさんが2票ずつ投票となりますので、弁明タイムをお願いいたします。コンコンさんからになります。どうぞ。はい、チーさんなんでアッチーさんに入れたんだろう。それがマジでよくわかんないです。チーさんは俺に入れるべきなはずだったと思うんだけど、もしかして決戦に上がりたくなかったのかな。チーさんどうなの以上です。あ、俺から釣って大丈夫です。はい、以上です。はい、次はアッチーさんです。どうぞ。なんか私もチーさんからアッチーさんに関する話が一個も出てないのに急に入れてきたのがちょっとびっくりしてて、そんなに疑ってなかったけど、なんでかなってちょっと思ってます。
あのな、ね、中でさ疑ってたけど、ちょっとちえさん上がってきました。はい、ちょっとびっくりしてる、それぐらいしか言えないです。以上です。はい、次はちえさんお願いいたします。どうぞ。はい、ごめんなさい。セオリーとか全然分かってないから、私は多分いつも投票先がなんか怪しまれがちです。でも結構普通なことなんで、本当別に何も考えてないです。でも釣ってほしくはないな。はい。それでは決選投票に参ります。1番、コンコンさんが1番、コンコンさんが1番、アッチーさんが2番、アッチーさんが2番、チーさんが3番、チーさんが3番です。それでは、一斉のででお願いいたします。一斉ので。1号、再決戦ですね。松志君が、だから、カオルさんが、カオルさんで決まりますね。カオルさんだけがチーさんに入れてるから。え ?3 だけ?だから、アツシ、JJ がアッジに入れてて、アサイ、ナカジがコンコンに入れてます。JJ さん3じゃないのそれ。JJ さん3じゃないです。3?2 だよ、2だよ。うん。あ、2か。だから、うん。だから、もう1回やれば決まります。カオルさんが、チーさん以外の2人どっちかからいけばいいです。番号ごめんなさい。コンコンさんとアッチーさん何番でしたっけ？コンコンさんが1番、アッチーさんが2番になります。はい。それでは、一斉ので。え？ちょっと待って、2人投票してない。2人投票してない。なんかカオルさんが決めるのかなみたいな話してた。ああ、オッケー。で、じゃあいいや、カオルさんはじゃあ何番入れたんですか ?1 にしました。1にしました。わかりました。じゃあもう、そう。ってことはコンコン処刑になります。どっちみち、はい、はい、コンコンさんが処刑されます。それでは遺言をお願いいたします。怪しい人が多いな。どうなんだろう。でもさっきの小さな投票先って結構怪しいですよね。で生き残りたいって言ってたのも理由も何にもないし結構怪しいですよね。だあ小さんあっちさん黒で見てます。以上。はい。投票の結果、コンコンさんが決まります。下、それでは恐ろしい夜が来ます。皆さんおやすみなさい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。昨夜襲撃されたのは JJ さんです。だよね。JJ さんは幽霊となり話すことができません。はい、本日の議論タイムは3分となります。それではどうぞ。まあ、JJ さん噛まれたことによってコンコンの黒目は俺の中で上がりましたね。ちーちゃんって、ちーちゃん今日誰釣りたいですか？あ、ちょっと待って、その前に、あ、いや。いや、これ、それ聞いてもいいですか？うん、聞こう、聞こう。ちーちゃんが今日誰を行きたいか教えてもらっていいですか？誰を行きたいかっていうか、もうカオルさん以外で、って思ってるぐらいで、わかんない。わかんない。一人で私じゃないんですか？私じゃないの？オッケー。ちょっといいですか？時間もったいないから騎士の方出てください。騎士出てください。はい。オッケー。ナイス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 。素晴らしい。じゃあアッチーさんから行きたいですね。対抗いないですか？アツシ君何なの？じゃあ俺アーマーです。ティーちゃん死んです。アツシ君は。じゃあオッケー。いいよ。じゃあいいよ。いいよ。多分俺はコンコンが黒だと思ってるから、俺から言っていいからアッチーさん言ってほしい。アツシさんいいの、いいんだよ、ね、俺アーマーです、あれ。え、それを浅井さんがそういう、うん、マジで巨人出てないんだ、今まで。いや、巨人、俺、山さんが高いかなと思うけど。山さん。いや、アツシ君から言って、今のが、いいの、アツシ君は、アツシ君から言っていいの。あ、いいよ、いいよ、いいよ。え、それでチーアッチーだったとき負けますよ。そうそうなんですよ。ね、あ、チーはない、チーはない、チーは絶対ない、チーは新騎士、100% 新騎士。もう絶対騎士。あの日、JJ さんでグッジョブかな、やっぱ。そうです。ですよね。ナイスナイス。よかった、よかった。ずっと黙っちゃった。あ、でも待って、俺、あ、じゃあ待って、神に来たってことは俺、超無力じゃん、あれ。まあいいや、でもしょうがない。みんなから見たら俺、疑い値でしょ。いいよ、うん。全然いいよ。チーちゃんは絶対騎士です。
噛まれなかったら超ラッキー。ちーちゃんは、もうそれは絶対信じてほしい、確定。アツシから言っていいの？いいよ。で、アツシ君が言うの？うん。もうしょうがない。アツシ君は誰だと思ってるんですか？俺、アッジーさんで終わると思ってる。コンコンアッジーだと思ってる。アッジーさんは、あそこで、まあ、道よく切って、相方を見せないようにするからなって言ったときに、アッジーはその後、コンコンを、いや、怪しくないって言い出してて、やっぱり。ずっと言ってますよ、私、最初からコンコン怪しくない。俺はアッチーさんは最初にそのカンナに入れといたのも後でこういう時のためのトラップだった気がしてて、 で、ね、でこれ中地はもうちょっと村で置くしかないかなって思ってて、そうなんだよね。中地さんは、うん、中地さんは疑い地にまだいない。アツシローの時でも2ローいたら今日外すと負けるんだよね。だから、ただ怖いのがカオルさん人狼だった時めっちゃ怖い。最後の決戦3人がいや、カオルちゃんはないって。カオルちゃんならまだ中地さんなら、まあ、追えない。アツシ君がローだった時って相方誰がありえたなって。本心としては俺はアッジ浅いローラーをしてほしいんだけど、それはもうみんな目線無理だって言うんだったら俺から言っていいですけど。です。投票タイムとなります。昨日キャナス、あ、ちょっと待ってください。本日は浅井さんからになります。よいしょ。浅井さんどうぞ。しみっぽいけどな。でもちーちゃんがボディガーで出た以上、とりあえずあつし君は釣っとかないと、そう怖いと思うんだよね。あつし君に入れます。はい、あつしさんに1票が入ります。次は中地さんです、どうぞ。ちょっと何日か前か忘れたんですけどあの決戦があって、あの指上げんのがちょっと遅かった浅井さんに入れようかなって思ってます。以上です。浅井さんに1票入ります。次はアッチーさんです、どうぞ。私なんかアツシ君が人狼であそこでアーマーするかなと思ってて、で多分狼じゃないと思う。で2番手の中地さんに投票します。騎士じゃないことが分かったので。以上です。はい、中地さんに1票入ります。次はカオルさんです、どうぞ。もう結構票が割れてきてるんですけど、中地さんの票はちょっとあまり見ないことにして、淳さんか淳さんなんですよね。あっちーさんで、はい、アッチーさんに2票目が、あ、じゃあ1票目が入ります。次はチーさんです、どうぞ。はい、割れてるな。アッチーさんに入れます。あ、以上です。次はアツシさんです、どうぞ。はい、ちなみに俺が人狼だったらあそこで騎士を撤回せずにちーちゃんと僕をローラーしてって言います。でもそれは言ってません。ちーちゃんが新騎士確定です。でカオルさんアチさん入れたらすごく白く見える。浅井さんこうなるとアチさんではなかったら僕はやっぱ浅井さんじゃないかなと思ってる。でアチさんの行動は次の疑い値を中地にしようと思ってるんじゃないかと思ってアチさんに入れます。あ、すいません、もう一度お願いします。アチさんにごめんなさい入れます。アチさんですね、はい、はい、アッチさん3票目が入ります。浅井さん、中地さん、アツシさん1票、アッチさん3票なのでアッチさんが釣られます。アッチさん遺言タイムお願いします。分かんないですね。もしかしてアツシ君黒だったんかな、こうなると。ちょっとすいません、考察が落とせなくて。浅井さん、中地さん、以上です。浅井さんは処刑され幽霊となります。それでは恐ろしい夜が来ます。皆さん画面のオフとミュートをお願いいたします。皆さんおはようございます。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。昨晩襲撃されたのは中地さんです。
私さんは囲碁入れてない。あ、よかったよかったよかった。囲碁できません。いや、なんもよくないよこれ。本日議論タイムは2分となります。高いつだったもん。どうぞ。これアッジーさんが黒だったとしたらおそらく浅井さんです。相方アッジー君さ、うん、ちーちゃんの可能性アッジー君知っていいの？ちーちゃんはもうないと思う。俺騎士じゃないもん。ちーさんがボジガの可能性ない。え、誰？あ、誰？違うか、グッチョブ起きてんのか。そうだよ。いや、もう浅井さんだと思うよ俺。じゃあアッジー君ないわ俺でしょ。で、あ、じゃあ俺多分あれか、2人でそっカオルちゃんはないよね。だってないですよ。カオルさんはもう置いとくしかないと思う。もうでも一郎しかいないから一人なんだよね。カオルさんだったらまさに。でもここ外したらもう負けだから。どうしたろう。ちいちゃんが、ちいちゃんが。いやでも、カオルちゃんね、カンナやり、カンナやり、やる。やんないよね。カオルさんって初日ごめんなさい、初日カオルさん誰に入れてましたっけ？カンナに入れてましたっけ？初日私カンナさんに入れてますですね、まあ、てかで昨日アッジーに入れましたよね。俺やっぱだって俺コンコンが、俺アツシだと思う。コンコンが村だったんじゃないかな。でアッジーさんがここまで来てあんだけ考察伸びる、アッジーさんがここ最終局面に来てあんだけ分かんない分かんない言うのはやっぱおかしくて、アッジーさんやっぱ狼で、で唯一俺って人狼だったらあそこで騎士使用しないで二狼いるんだったらもうローラーされた方がいいじゃないですか。でも結果ボディが2人来てんだよね。だからそれが意味が分かんなくて、で俺はもう俺が人狼だったらちーちゃんに絶対騎士だよって確定させる意味が分かんない。ちーちゃん噛んだらアツシ釣られるからちーちゃん残したようにしか俺は思えないけど、ただぶっちゃけちーちゃんがなぜ噛まれなかったのかは意味分かんない。俺中じゃ俺の疑いじゃったから、カオルちゃんだった時がマジ悔しいんだけど、ただ俺はちーちゃん信じます。でカオルさんだったらもう、アツシ君を信じさせてほしいんだけど、むしろそうですね。いやおかしいじゃん、なんで俺がちーちゃんを騎士確定させる意味があるの。俺が人狼だったら疑い値した方がいいじゃん。人狼です。投票タイムとなります。ちーちゃんと俺が間違いなく勝てると思う。投票タイムとなります。アジさんが続いているのでカオルさんからとなります。お願い。あ、カオルさん、あれ一人ずつあれじゃないですか。あ、そうか、一斉投票になりますね、はいはい。じゃあカオルさんから、意見をどうぞ。これもうアツさんかサイさん私にかかってる感じかな。すごい重たいな。どっちだろう。ちょっとギリギリまで考えますは次は小さいになります。どうぞ。はい、もう私もそうだよな、ギリギリまで考えたい。丸め込まれてるのかとかも思ってきちゃうし、浅井さんを疑ってはいるけれどもなーって感じだな。次は厚さんです。どうぞ。今の2人のリアクションを見てやっぱり白だと思いました。もうこれで人狼だったらうまかったので終わりですね。で浅井さんよかった、俺浅井さんの前で。浅井さんごめんなさい、ずっと白く見てたけど今は一番サイクロで見てます。浅井さんまだ決めてたねから誰に投票してきたかだけごめんなさい、ちょっと教えてください。以上です。はい、浅井さんになります。どうぞ。俺の投票はカンナ、キャナ、ヤマで、さっきあとコンコンに入れてます。でめちゃめちゃ難しいから、で俺カオルちゃんのローもありえるんだけど、俺こんだけ悩んでんなら今3人めっちゃむずいんで、俺はアツシだと思うけどなって思うけど終了です。それでは一斉全員おしゃべりましたね。はい、一斉投票となります。浅井さんが1番、カオルさんが2番、チーさんが3番、アツシさんが4番、浅井さんが1番、カオルさんが2番、チーさんが3番、アツシさんが4番となります。それでは一斉のでお願いいたします。それでは一斉ので。4が2票。あ、ごめんなさい、チーさんは1番、1が2票。浅井さんと、アツシさんの決選投票です。もう、ね、じゃあ浅井さんと僕に少しずつ喋らせてもらっていいですか。はい、それではアツシさんからどうぞ。
はい、浅井さんと俺の投票先がかなりずっと似てるのがもう困ってて、ただ、今後村だったんだと思います。アーチがやっぱ人狼だったもので、やっぱり俺が人狼だったらなぜ、カオルさん、俺が人狼だったらなぜちーちゃんを騎士と神格させる意味があるんですか。ちーさんが残ってる意味は俺も分かんないです。浅井さんだと思います、俺じゃない。それでは浅井さんどうぞ。いや、あっちコンコンのどっちかは分かんないけど、別にどっちも身内切るから、だからカンナ、アツシ、あっちコンコンのどっちかだっていうのが結果で、で、俺昨日ちいちゃん噛んでたら 100% アツシ君の釣りになってたから、だからちいちゃんは残されてるでしょう。で、現に俺がこう釣られる流れだったし、昨日あと本物だったらもっとカオルさんを疑うべきだったのがおかしい。終了です。それでは再度決選投票になります。浅井さんが1番、厚志さんが2番になります。浅井さんが1番、厚志さんが2番。それでは一斉のででお願いいたします。一斉ので。じゃんけんですね。でもこのやっぱ2人村だな。何でじゃんけん、じゃんけんか。じゃんけんだね。厚志くん、あのごめん、10秒ずつでいいからちょっといい、もう一回やらせてもらっていい？10秒ずつでいいからいい。ごめんなさい、20秒でいいんじゃないですか。20秒でいいですか。はい、いや、どっちからでもいいです。あ、コントじゃ浅井さんからお願いします。はい、浅井さんどうぞ。いや、俺が狼だったらちーちゃんを噛むでしょって、それにしかないんだよね。でもそのラインはもう追えない。山あっちコンコンどっちがどうか分かんないから、ここまでのは振り返っても難しいけど、もうちーちゃんが残ってんのが全てじゃないって。逆にもうあつし君が全部決めつけすぎてるのがおかしいんだよ。もうめちゃめちゃ難しい場面だもん。いろんなこと考えなきゃいけないのにこんなに決めてんのはおかしいよ。では厚志さんどうぞ。はい、俺目線、なんだ、ちーちゃん噛まれてないのも浅井さん何で起こしてんの。俺目線ちーちゃん噛まれないのも不自然です。で、カオルさん、もう俺一個忘れてた、初日カンナ人狼だったの分かるよね。カンナを強くみんなに誘導して殺しに行ったの覚えてますか。誰も気づいてないのに俺はカンナを誘導してみんな殺して、殺して黒出たんですよ。俺カンナ殺してんの初日から。それでは再度決選投票となります。浅井さん1番、厚志さん2番となります。それでは一斉のででお願いいたします。一斉ので。浅井さんに2票ということで浅井さんが釣られます。浅井さん遺言お願いいたします。いや、じゃんけんなら勝てたと思ってます。おっしゃ。ヒートジの勝ちですよ。はあ、いいですか。浅井さんが処刑されます。この時点で人狼は村からいなくなりました。村から訪れました。おめでとうございます。ありがとうございます。今後村か、今後村だな多分。それでは役職答え合わせいきましょう。お願いします。人狼さん、人狼さん、あ、まだ皆さん来てないですね。あ、やばい、泣きそう。お腹痛かった。マジでお腹痛かった。はい、答え合わせお願いします。はい、人狼さん手を挙げてください。はい。はい、浅井さん、アッチーさん、カンナさんです。いや、強人の方、強人の方手を挙げてください。リディさんか。リディさんだ。カンナさん言ってたもんね。霊媒師の方手を挙げてください。JJ さんです。占いやばい、ちょっと待って、ごめん。泣いてる。占い守れた。ごめん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 。あ、あ、約束したんだ。あの途中疑っちゃったけど、ごめん、間違ってて。誰誰人狼。ごめん、ちょっと一個使用していいですか。俺みんなに手抜いてほしくないから人狼殺なんかやってないです。俺スランプの真っ只中でした。さっきの6連敗です。手抜かれたくないから嘘ついて、あのスランプを出してくれて、よかった。よかった。ごめん。最後本当最後怖かった。怖いって勝たしてるんだけど。よかったね。俺ぶっちゃけもう悔しくて、この2日マジであれからもずっと寝れなかったんですよ。あらかみ出して俺何やってんだっつって。やっと勝ったの、やっと勝った。あ、今日寝れそう。今日寝れるわ。今日寝れる。もう俺さっきまで6連敗っすわ。あー、やっと勝った。
ごめんね。もう次、もう次、初日つってもいいよ。ファッション勝ちだ。めっちゃ全部当てたもん、俺。ジンロン、よかった。ファッション勝ち。ファッション勝ち。ああ、薫さんを説得してよかった、マジで。なかった。決め手は何だったの、最後。決め手は何だったの、アツシ君を信じた。え、薫さん？うん、二人とも。あ、もう私は最初からというか私が新騎士なのをずっと浅井さんに疑われたりしてたからもうそこら辺でしか判断できなくて浅井さんでももう2人の意見聞いてもどっちかって全然決めきれないからもう自分を信じて浅井さんに入れ続けるしかなかった。ああマジナイス。なんか理屈は分かったんですよ。なんでそのちいさんを騎士格させる意味ってめっちゃ分かったんだけど、うん、目が怖くて淳さん。いやもう必死だった。よかったか。もう必死だった。ちょっと。ごめんちょっと。もう死んでも勝ちたくてめっちゃパッション出しちゃった。ごめん。もうやだ。もう負けたくなった。